21世紀の森と広場と周辺施設の案内21世紀の森と広場は千葉県松戸市にある公園。湿地帯や森林といった昔からある自然を生かした自然尊重型の都市公園を理念として作られた。オープンは1993年4月29日。公園の基調となる概念は千田堀の自然を守り育てる。都市公園化の際、 小川を舗装して浸水公園化したり、芝生広場を造成するために、湿地帯の埋め立てなどの大掛かりな整備工事が行われたため、千田堀の自然を最大限残した自然公園化を求める市民との間で議論があった。道路が公園を貫通し、公園の谷を越える大きなアーチ橋がランドマークとなっている。松戸市立博物館。 森のホール21が公園内に隣接する。広大な芝生広場と、千田堀池に来る野鳥などを観察できる、自然観察者、散策路が整備されている。また、バーベキューもできる森、農園などがある。学校などの団体の遠足や親子連れの行楽客、ピクニックの人々が訪れる。私立博物館からの入園も可能。東京ドーム11個分の広さがある。 千田堀池は東京ドーム約1個分。ペット及び自転車は入園不可。動植物保護のためゴミは持ち帰り。中央口の下から森のホール21へ松戸市立博物館へエレベータと階段がある。松戸市がコスプレに優しい街による町おこしを行っており、事前に手続きをすることでコスプレをして公園を利用することも可能となっている。 集団でコスプレを楽しむ若者も増えている。など。日程は変更される場合もあるので、事前に確認のこと。園内へは、中央口、北口、西口、南口があり、夜間は閉鎖される。コスプレのご利用について松戸市。ありがとうございます。